カルちゃんが十数年ぶりにスキー板を履くという、ブーツの裏の雪落としてよ。どうやって落とすの？ビンディングこう蹴って、ビンディングでこうやって、ビンディング、ビンディングどこ、金具、金具、金具の上に これはさでしょ、はい、これおう、だから雪が落ちるから、うん、いや、いいんじゃないか。おう、履けた、履けました、履けた。嘘でしょ、履けた、履けました、履けた。じゃあ意気込みを、頑張るぞー。はーい、これじゃ十何年ぶりのリフト、ヒヤヒヤしてますよ。ここは中間オリバーからスルーして、うわでもここ降りるの怖いな。いいね、雪降ってきて気がしてほしいな。いや安全第一です。うまいんでしょ。いや、うまいですか。うまいじゃん。ありがとうございます。これから不安ですけどね。大丈夫だ。そんだけ滑れれば大丈夫だ。行くよしたら。はい。どうぞ。はい。うまいよ。うまいですか。うまいよ。怖いですよ、でも。いや大丈夫だ。マルちゃんの天ぷらそば。うまっ。なんかそば屋で食うよ、こういうのうまい。スペシャルカレーって言われました。これ。本当は食堂の営業が終了してるのに、わざ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 ひかるちゃんのためだけに作ってくれたっていう、南フランのスキー場のロッジのカレー、ご飯も大盛りにしてくれました。あ、そうなの。はい、チェンジし南フランのスキー場、すごいですね。来た方がいいですよ、みんな。わがままだよね。食べたいって言っちゃいました。営業終わったら普通に遠慮するけど。いただきます。無理やり作ってもらったカレーの味。あ、これめっちゃうまいっすわ。南フラノスキー場ロッジの何カレー？普通のカレーなんですけど、うん、牛すじ入ってます。めっちゃうまい。めっちゃうまいっす。あ、わがまま。もう一回だけだよ。意外と難しいですね。トリガー？正座が難しいです。じゃあ好きに乗っていいから、最後まで滑り切って。わかりました。最後だよ。やりました。何もやってないわ。オリンピック、ちょっと、はい、一回はしに。あ、終わりだ。滑らしてみよう。終わりだ。
とおっかない。おっかなかった。では一発で決まるよ。一発でしょ。さすが。さすが。どさんこら。あ、大丈夫ですか。痛めました。うん。50かな。あ、帰ろう。はい。帰ろう。先生。今日は連れてってくれてありがとうございました。楽しかった。楽しかったです。十何年ぶりかでもやっぱり、はい、体が覚えてるから滑れるよね。そうですね。もうちょっと滑れないと思ったら、いや今度来た時はもっと滑れるからさ、はいはい、今度はちょっとリーダーも連れて、はい、3人で3人でぜひ行きましょう。あ、先生ちょっとスキー板積むの忘れちゃいました。え